こんばんは。今日は珍しく夜です。届いたんで開けていきましょう。何が届いたかというと覚えてません。はい、開けていきましょう。カメラストラップ。 All you need is punk and love Bish。 解散コンサートの後になんか最後の販売ということでちょっと記念的に買っとこうかなと思って、次 T シャツ、パンクスイドルツアーの解散前最後のツアーね。私も元八幡取りましたが、ジエンドが怪我しちゃってリスケの日付がいけない日付だったんですよね。でね、やむなくキャンセルしました。行きたかったな。ジエンドです。最後のねバイバイショーフォーエバーの T シャツですね。6月29日東京ドーム。どうせ買うならね、あの着れるもの、パジャマになるものをね、ビッシュ。これあのツアー T シャツですね。の布地はいいんですよね。メンバー個別の T シャツですね。まあ外では着ないと思いますが、一番着やすいと思ったあのやっぱり G エンドのね、手書きのアイドル T シャツ。はい、これがスウィンドルツアーのメンバー。本命はクリアファイルじゃなくて、これシールね、シールが欲しくて、エアーにペタペタね、いろんなシール貼りたいんですけど、ちょっとシール集めをしてるんですけども、もう9月入ったからね、2ヶ月過ぎたっていうことですよね。ビッシュファンの皆さんお元気ですか。もうロスもねなくなって、はい、これ、バイバイショーのクリアファイルと、まあ、同じセット、これこのシールがね本命でしたけども、これは貼れる。これおまけだね、おまけ、おまけ。あ、いいじゃないですか。最後のポスターですね、バイバイショーフォーエバー、これおまけでついてました。あの、私もうおじさんですから、大ファンとかじゃないわけじゃないですか、写真傾きですから。でも若かったりしたらちょっとやっぱり喪失感ね、でかかったと思いますよね。まあ、ただね、音楽のいいところは曲は残ってるからね、曲が残ってるから、やっぱり音楽ってのはいいですね。一旦切りましょう。まあ、ということで、ね、最近の写真、自分の写真事情についての話なんですけども、今朝はちょっと涼しかったんで、東池袋から歩いてみようかと。あ、この角度、この角度かな、あの光の関係で。いきなりお家の場面から外ですけども、 T シャツの開封の後にいろいろとですね、最近思うことを喋ってたんですが、あまり良くなかったんで、ちょっと中継ぎで。朝起きたらね、すごく涼しかったんですよね。昨日の夜は蒸し暑かったんだけど、ちょっと東京雨降ったんでね。あ、今日は7日木曜日かな、合ってる？あ、合ってる。今日は7日の木曜日。おや、やっぱすごいプロ機材、アシスタントもたくさんいて、飲み屋で撮影してますね。あの、遠くて映らないと思うけど、すごいすごい、プロ機材ですね。あ、懐かしいですね。この前護国寺から撮りましたけど、まあそれも十分懐かしいけど、もともと東池袋で降りてね、この辺通って通ってましたんで、うわ、
集英社わかんない、営業してるかわかんないけどあるんだ。うわー結構びっくり。あの集英社は私がもともといた実家、ここ今マルエツプチ、あのぐるぐる目もあるけど、あ一周しちゃった。向こうが池袋ね、で、向こうが五穀寺方面で、だから池袋前通りをまっすぐ五穀寺の方に歩いてるんだけど、マルエツプチ夜11時まで、途中はちょっと知らないんだけど、本当に私の子供の頃、50年近く前、50年はいかねえか、は、地産ストア、地産ストアと言ってましたけど、言ってましたっていうか、地産ストアっていうのがあって、ここでよく、商店街以外だったら、ここまで来てました。近かったんでね。で、ここ今入ってきたんだけど、ここ今朝日のマンションになってるんですが、もうだいぶ古いんだけど、新しく見えるけどね、ここに、関東食品っていう食品工場があって、お惣菜とか作ってたんだけど、そこにうちの母がパートでずっと勤めてて、ただ、廃業してマンションに変わりましたね。でその廃業とともにアルバイトが、母親亡くなったんで、池袋の地下のデパートで働くようになりましたね。そこに、あ、これこのマンション、私が高校生の時から社会人まで住んでたマンションです。まさに、これ見えてるんですけど、2階の、今ちょっとカメラ上だと本当にシルバーの車の、あ、屋根の上の後ろはわけわかんないね、本当映ってるんですけど、2階の角っこに住んでました。あのサンルームがあって、すげえ明るくていいサンルームがあるって、洗濯機置き場だったんですけど、最高じゃん、乾かせるじゃんなんて思ってやったんだけど、ただ単に暑いだけのスペースでしたね。あ、消えちゃった。ここが町紹介になってるんだよね。ここが、もうなくなってますけど、本屋さん、毎週ジャンプとか買ってました。ここからはなくなるんで少しお休み。柳瀬、ここはもうずっとあります。私が転校してきてからずっとあります。柳瀬、最初もう柳瀬で、ここね、普通の人は行かないかもしれませんが、言ってた通り、小学校の時はここ曲がって、この先に見えるグレーの校舎が、私の通っていた青柳小学校、今は廃校、統廃校、ピューピューって言って、ピューって言って、小学校の時はね。で、ここは五穀寺の霊園ですけども、知ってるかな？昔、天地茂だっけ？が、刑事ドラマやってて、渋いおじさんだったんだけど、その人がロケやってて、小学校の頃、ワイワイ見てましたね。一回だけなのに強烈にまだ覚えてる。あ、この通りをまっすぐ行くと、青柳小学校の、裏門に到達。中学の時はそこじゃなくてこうやってまっすぐ来て、朝はまあこんな感じですよね。まさに今本当に会社行く前なんで、今8時25分、結構やばいな。五穀寺まで歩いて電車乗れば遅刻はしないかな。光の関係が難しいね。今日一応 ND フィルター16つけてます。もうちょっと本当はつけた方がいいと思うんだけど、さっきみたいな暗いとこも想定できたんで、
かしいですね。まあお墓の中は別に何も変わんないです。裏返しでしょうか。という、ただ単に私が懐かしい道を歩いてると。あ、でさっきの地産ストア、地産ストアじゃない、今マルエツプチね、今はね、こうすると見えるかな、五穀寺の屋根がね見えてきます。マルエツプチの手前にあったその集英社っていう、その営業してるかどうかはちょっとわからないんですけど、でも多分看板上のね、日差しの看板が相当廃れてなかったんでやってるんでしょう。あそこに私小学校6年の時に、私この東池袋界隈に住んでたのは小学校6年から、転校してきて住んでたんですけど、小学校6年の時に初めて写真の現像を出したのがあそこです。東京ではですね、東京では初めて出して、静岡にいた頃は静岡の駅前の、伊豆ですけども、伊豆の宇佐美というところにいたんですけど、あ、懐かしい、そうそうそう、ここの花屋さんとかね、この水の桶の部分とか、あ、まさにそう、あ、これ俺の顔よりちょっと前の方が当たり前だけどいいね。こっち側から来て青柳小学校見えないけど、でなんかこう小さいさ月光堂みたいなのがあって、これ大きな銅像があってね、いいしょ。本当にもう毎日さ五穀寺こうやって通ってたから、なんか五穀寺のありがたみがさいや、あれですよ、いつも初詣とかさ、そういうものは五穀寺だったんですけど、だからそういう意味でのありがたさは当然あるんですけどね。でこの前、カラスと喋ってたのがあそこで、今こっち側から来たっていう感じですね。前回は終わんだし、今日は時間ないんで、またもうちょっとゆっくり、もっと涼しくなったらね、さすがに歩いてきたら少し汗ばんできましたが、もうそれでも全然涼しいですね。みんなが健康で幸せでありますように。いつもありがとうございます。はい、写真の話だね。集英社、伊豆にいる頃は、ちょっと待って、伊豆にいる頃は、出したことあったんですけど、いや本当お遊び程度だったですけどね、映るんですが、出始めたかな、あ、違うな、なんかカメラ持ってたな。でただ小学校6年の時にすごく写真に興味を持って、でちょうど映るんですとかも出たのかな、出てたのかな。で一番の、当時、私の年ぐらいの人だったら分かると思いますが、超スーパーカーブームで、ちょうど小学校6年か中1か小6ぐらいだと思うんだよね、一番、うるさいな、実際小学校 4,5 年ぐらいから始まってたんだけど、6年ぐらいで、本当に晴海に、スーパーカーショーっていうのが来て、一堂にこうスーパーカーがね、見たこともないようなやつが集まって、フェラーリとかランボルギーニとか、すごいすごい人が集まったんですけど、晴海のね、今はもうない晴海の築地の先の方にあった展示場ですけど、そこでバシバシ撮った写真を集英社にね、現像に出して、戻ってきた、ネガフィルムを見たら、あぜんと、全部真っ黒だったという、ですごく印象深い集英社でしたねいや懐かしい、なんか集英社っていうのを見て改めて写真なりね、なんかそういうことをちょっと思い出しました。はい、ということで、ちょうどいい、今8時30分なんで、ここ五穀寺の門をくぐると、救急車いますけども、ここがね、五穀寺の音羽通りになるんで、
ここまっすぐ行くと江戸川橋、歩くともう多分時間、冬とかね寒かったら早足で歩いて多分ちょうど会社まで行くと時間的にもちょうどいいんだけど、暑いので電車に乗っていきます。ちょっと長くなったと思うからな、またちょっと実際に話しかったかった話はまた今度、今日は私の小学校、中学校、あ、そう、中学校だからここのまんまやって、音羽通りを歩いていって、音羽警察署のところを左に遡っていった。今あるのかな、まだ筑波附属小学校とか中学校とかの前にあった、あとお茶の水女子の手前にあった文教第7中学校です、我が母校、はい、そこ行ってました。私の小中学校の通学路について見てみました。何のニーズもありません。私のニーズだけです。それではまた。